ハマニ・ジオリ、1968ハマニ・ディオリは、ニジェールの政治家、ジェルマ人、ニジェール共和国初代大統領。1916年、当時のフランス領ニジェール植民地の首都ニアメ近郊の村で生まれる。セネガルのダカールにある教員養成校で学び、ニジェールで教鞭を取った後、パリへと渡った。1946年、ニアメで校長を務めていたとき、 ニジェール新ポトーを結成し、党首に就任。アフリカ民主連合に加盟し、そのニジェール支部として、新仏的な政策を掲げ、いとこである社会主義者、地獄ばかりのニジェール民主同盟と対立した。1958年、フランス第五共和制が成立し、ニジェールに自治政府が誕生すると、ディオリは自治政府首相に就任し、1959年には、 ばかりを亡命させた。1960年、ニジェール独立とともにディオリは、初代大統領に就任した。ディオリは、セネガルのサンゴールらとともにフランコフォニー国際機関の、設立に尽力するなど、新仏的立場を取りながら、外交で成果を上げたが、国内では、PPN の一党支配を敷いて、ばかりの沢場党など多党派を弾圧し、また経済面でも、 経済運営に失敗し、国民の不満は募っていった。1974年には、サヘル地帯で大干ばつが起き、国内の家畜の60%にあたる、約100万頭の家畜が失われ、また2年間解無策が続いたため、ニジェール経済は疲弊した。さらに、救援物資の横流しや、対策の失敗が問題となり、1974年4月15日、 西にクンチェ国軍総参謀長がクーデターを起こし、ディオリ政権は崩壊した。ディオリは6年間投獄され、1980年に出所した後も1987年まで自宅南京に置かれた。自宅南京が解かれた後、ディオリはモロッコに移住し、1989年4月23日にラバトで息を引き取った。ありがとうございます。